と組み上がってるかどうか、それは本日走ってみればわかります。高校生の頃憧れた NSR250 行ってみましょうか。おーおーい、よいよいよいよ、怖っ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 怖えー。よし、それじゃあ行ってみましょう NSR。 いや、よく曲がるわ。せーの、一瞬だ。はい、皆さんおはようございます。 DIY ドラクの鉄でございます。はい、憧れのレーサーレプリカ NSR250、 いよいよテスト走行でございます。よっ、この日を楽しみにしてました。いやあ、嬉しいですね。 NSR250 が形になって、そしてこの富士スピードウェイカートコースにやってきました。すごいですね。あのバラバラだった NSR がご覧の通り組み上がっております。そしてね、この NSR がしっかりちゃんと組み上がってるかどうか、それを本日走ってみればわかります。といってもエンジンバラバラから組んでますし、そしてオーバーホールもしてるので、今日のもう午前中はずっと鳴らし運転ですね。まだガソリンタンクの中は混合ガソリンも入っているので、最初は煙がいっぱい出て回転数も上がらないと思うんですよ。でもちょうどいいので、それで焼き付きに気をつけつつ、そうだな、もう1時間か2時間かマイペース走って、まずは鳴らし運転から行ってみましょう。いやー、不安なこといっぱいですね。ちゃんとオイルは巡ってくれるかどうか、冷却水は巡ってくれるかどうか、クラッチもちゃんと作動するか、そしてシフトチェンジもできるかどうか。いや、もう頭のてっぺんからつま先まで全部組み上げてるんで不安もありますけど、だけどそれ以上にこの NSR に乗れるっていう興奮がね、私を包み込んでおります。それでは皆さん、テスト走行にお付き合いください。それでは行きましょう。はい、それではまずエンジンかかるかどうか、そっからですよね。あ、ちなみにスクリーンはちょっとね間に合いませんでした。今回スクリーンレスで行ってみます。じゃあ鍵を差します。目覚めよ NSR。 おっ、 OK です。エンジン始動性良好でございます。目を覚ましました。いいですね、いい感じですね。よし、それではまずは鳴らし運転行ってみます。さあ、いよいよ走行1本目でございます。高校生の頃めっちゃくちゃ憧れた NSR250、 それじゃあ行ってみましょうか。おお、緊張して手が震えますよ。さあ、任せてくれるか。いや、エンジン始動。うわー、いいねー。じゃあ行きます。いやー、カンクラの音いいねー。行きます。最初はゆっくり行きますよ。いや、緊張する。タイヤも新品ですからね、タイヤの鳴らしも含めて。さあ、ちゃんとシフトチェンジできるかな。じゃあ入ります。いざ。おーおーい、よい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 、怖っ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 。タイヤがねまだ全然なので、ゆっくり行きますよ。いやー、怖え。もう、シフトは入りますね、ちゃんと。よし。
がどうかとかサスペンションがどうかとかいろいろあるんですけど、全然まだ開ける気になれない。今日は空いてるからいいですけどね。あとまだ交代機は全然いかないですね。ちょっとこんな感じでしばらくツーリングペースで走ってみましょうか。よいしょ。ああ、ポジションがわからない。セパハンの位置はすごくいいですけどね、もっと腰引く感じかな。大回りで内側上げていきましょう。どうぞ。何せ仮物のバイクだし、組んだばっかりだし、こかしたくないんですよ。だから今日は全開走行はしません。もうのんびりゆっくり走ります。今日は慣らし運転を終わってレッドゾーンに回す、それが目的ですね。おー、すげえすげえすげえ、十分パワーあるな。よし、じゃあこんな感じでね、しばらく慣らし運転いきます。はい、お待たせしました。そろそろペース上げれる頃でしょうかね。ご覧の通りタイヤの皮むきもおおむね OK でございます。溶けてる溶けてる。よし、それじゃあ行ってみましょう。イネサール行ってみよう。では行ってみます。さあ、飛ばしすぎないようにこけないように大切に行ってみましょう。さあ、皆さんにいい映像をお届けすることはできるでしょうか。ペタ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 と。よ
く寝ますね。ここでアクセル全開してるけど、こんな感じなんだ。いや、よく曲がるわ。上等上等、オッケーでしょ。じゃあちょっとね、もうちょっと走ってこれで締めにしようかな。ここでハンクラってたいんですけどね、ハンクラってたらまずい。ブレーキも効く効く。おー、いいっすねー。皆さん、憧れのレーサーレプリカ NSR250、 最初はね、あんなバラバラで本当にどうなると思ったんですけども、ご覧の通りしっかり運転が立って、本当に幸せですよ。ずっと気持ちいい、最高です。目にまで見た NSR を乗ってみたんですけども、もう一言で言うとすっごい乗りやすいバイクですね。 CBR250 ミハリに近いハンドリングかなと思ったんですけど、もう乗ってみたら全然別物。ちょうどね、 NSR50 のハンドリングをもう一回り大きくしたような感じ、まんまでかい L 字ビ、初見にもかかわらずすっごい気持ちよく走り回ってきました。いやー、気持ちいいですね。やっぱりツーストは最高です。というわけで、バラバラから始まった NSR250 復活計画、これにて完了でございます。いやー、走ってくれてよかった。これで NSR250 オーナーさんのところへ持っていきたいと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。やっぱりね、NSR はいいですよ。乗っててすごい気持ちいい、最高のバイクでございました。直ってくれてありがとう。